はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今日の相場解説なんですけども、まあ引き続きね、まああのグダグダと言いますか、今週は全然ダメだなと思いますんで、まあダメを前提にね、この相場を見ていくと、そうすると結構ねリラックスして見えるんですよ。ここでですね、うまいこと解説しようとか、うまいこと予想しようと思うと、どんどんね、裏目にはまっていって、もう FX が嫌になっちゃいますんで、肝心なのは FX がね、嫌にならないことなんですよ。まあ、ですんで、ちょっとね、気楽にね、本当に初心者に帰ったつもりで、今日の相場解説も見ていこうと思います。10月8日の相場解説。朝4時44分の日足です。ぐーっと行きましてね、高値圏に入ったのはここと一緒です。高値圏に入れば当然ですけども、セルの方に向かうんですが、このセルがね、継続しなかったわけですよ。で、バイの方に行くかなと思ったら、バイにもなんかはっきり行かずに、また下がってきたみたいな感じで、じゃあ、収束に向かうのかなと、トライアングルみたいになるのかなとか、それともレンジで止まるのかなっていうふうに感じるところですね。横ばいから一点、上昇の方に向かった移動平均線も参考になると思いますけども、まあそれにしても今週は、ロスカットを3発連続で食らってですね、もう全くいいことがないんで、まあ来週にかけていこうかなっていうところですね。4時間見てみましょう。もうほんと気楽に行きましょう。気楽にね。4時間。ぐーっと高値圏に行ったところから下がってきたので、そっからね、また上に行くのはわかるんですけども、まあ収束の方向ですよね、ここまで見ると。こういう風な形を作ってくれてます。ということで、収束した後にまたブレイクって形に、まあ見えますよね。ここまではだいぶ立て直せたかなと思います。肝心なのはその後なんですよね。来週を占う1時間軸を見てみましょう。はい。そうですね。高値がここでしょ？安値がここでしょ？次の安値がここですよね。だから次の高値がどこで止まるかなってことなんですよ。この辺りで止まってくれれば、まさにね、収束していく形っていうのがだいぶ見えてくるんですけども、そうならなかった場合ね。例えばこれが伸びて、ここと同等になった場合、同じぐらいの高さになった場合ですね。この場合は、レンジに入る可能性があります。そしてもう一つの可能性として、ここを突き抜ける場合です。これを突き抜けていってしまって、一旦きりになっちゃったら、これはね、右肩上がりの継続ということなんで、倍の方に入っていけばいいんじゃないかなってことですよね。まあ今、簡単に言えるのはこのぐらいですか。あんまりね、考えすぎない方がいいですね、こういう時はね。まあどうせ、今週はうまくいかないと思いますんで、肩の力を抜いてね、リラックスして、今週は大きく構えてみましょう。エントリーできなくても全然構いません。焦ってね、エントリーが目的になっちゃいけないんですよ。エントリーはあくまで利益を出す手段ですから。ですんで、利益を取れる目的にどうも今週は達することができそうないなと思ったら、当然手段も消えていきますんで、見るのも相場ってことになってきます。まあ一週間のね、エントリーお休みは痛いですけどもね。まあけど、下手に動いて、マイナスを広げるよりはだいぶいいと思います。今週は3回も連続でロスカット食らいますんで、もうね、これ以上負けられないなってことですよね。それじゃあ、本日の相場解説以上です。まあ、気楽に構えていきましょう。それじゃあ。